すごい着いた瞬間に、わあ私の国だって思っちゃう。すごいこう着いた瞬間の感動を今でも、ね、こう覚えてるんですけど、うん、本当に空が青くってもう本当に爽やかっていう感じで、でも来た時はオーストラリアに冬があるって知らなくって、8月に来たんですけれども、着いた初日にホームステイ先で着替えた時にこうノースリーブを着たら、ホストマザーが今冬よって言われたのを覚えてます。そのぐらい何も知らずに最初は来てしまいましたけど、私がホームステイしてた時のお母さんがよく言ってたんですけど、勉強は机でしちゃダメよって毎日のように言われてまして、前にいた日本人の女の子は本当に毎日机で勉強をして毎日毎日毎日勉強してたけど、あの子の英語は伸びなかったわってお母さんが一言言って、だから出かけなさい出かけなさいって毎日言われてまして、パブに行ってました。やっぱり自由、何も気にしなくて生活できるというか、例えば日本にいたら、洋服、身だしなみ、態度とかも全部こうきちんとしていなきゃいけないっていうのがすごいあるんですけど、この国は洋服もそうですし、別に何をやっても好きなことやっても誰も変な目で見ないしっていうか、そういう意味ではすごくフリーで、なんか一時帰国で日本にこう帰った時があるんですが、その時に、2、3週間だったんですけども、早くオーストラリアに戻りたいなっていうのをすごい感じたので、多分私の今のベースはオーストラリアなんだなっていうのは感じたことを今でも覚えてますけど、なのでホームはオーストラリア。